ここは怒号と悲鳴が飛び交うプロムナード。その疾走する鋼鉄に見とれない他はなく圧倒的。我が名はスカイライン。市外保険を享受した純然たる競技専用車両でございます。皆様こんにちは、すぐみモデラーの玉です。今回は大島製スカイラインキャラミク時間耐久仕様を製作しますよ。このキットは2023年12月現在でも新品購入できるようでございます。箱車なんて久々。プラモを始めた頃に DTM のオペルを作った以来ですよ。いつものフォーミュラやルマン系ならバラバラなので丸ごとボディなんて新鮮でございます。しかし凄まじいフォルムですね。続々しい雰囲気が溢れ出てございます。すごい。このタイヤにはパーティングラインがございません。こんな大きなウィンドウパーツ懐かしいですね。エンジンレスなのでパーツは少ないかな。一つが大きいのかな。格好良いメッキのホイール、フカリムの BBS、 ウィングもメッキですね。メーターがカラーリングされたエッチングパーツ、これは嬉しい配慮ですね。最近エッチングパーツ率が高いですが、結構面倒なのであまり好きじゃないんですよね。見栄えは良いのですが複雑なのはスルーしています。こちらがキットの説明書。予想通りざっくりな内容ですね。これなら案外楽に仕上がるかも。なんじゃこりゃ。ボディ裏はやたらと細かいですね。この時点では甘く見ておりますが、どうなることやら。それでは制作スタートでございます。なんだかこれで完成でも良いほどに出来上がってますね。歪みもないようでございます。ボンネットのダクトは穴が塞がってございます。もちろんこのままで進めますよ。筋彫りだけはやっておきます。せっかく買った高価な工具なので使わなきゃね。この拷問器具の威力は絶大でございます。墨入れの必要がないくらいに彫るのがおすすめ。シャシーでかくるくる。よく見ると部品は少なかったですね。裏はタミヤアクリルのフラットブラック。マスキングせずに吹きっぱなので、
盗難車のように汚れてしまいますね。ささっと拭いたらあっという間でございます。下地にはピンクサフ。最近は出番が多いので調合済みなのを用意してございます。角や隙間が多い形状なので塗装が大変ですね。しかしいつ見てもピンクサフは心奪われる美しさでございます。筋彫りのラインも相当エレガント。ラインスクライバーのおかげですね。ホイールキャップのランナー付け根が絶望的でして、今にも折れそうな部分に融合してございます。ぶつくさ言いながらちまちま修正していきますよ。頑張ったよ。実はスペルを間違ったのでテイク2でございます。よく見ると鏡のようなメッキではございませんでした。ホイールにはめちゃくちゃ相性が良いと思います。なぜか翼端板がメッキじゃないんですよね。こりゃ面倒くさい。未来の武器みたいな形状のクリアパーツ。案外傷が多くて参りました。ガイアのシルバー。前回のポルシェでも使ったのでまだ完全沈殿はしてないですね。思ったよりシャシー関連の塗り分けや塗装が多い印象。モンツァじゃなくモンザ。たまにぶっ倒しますよね。塗装シーンなんてぶっ飛ばしでございます。これはもうすでに初日の出暴走仕様ですね。ホコリが自家塗装っぽくて良い味出してます。下回りのブラックの塗り分けマスキング、アマゾンから大量に届く緩衝材の紙を有効活用。優れた隠蔽力と艶が出るウイノーブラック。ゴロゴロ。そして塗装シーンはございません。気がつけば塗装済みという仕組み。
そういえば子供の頃にこれのトミカ持ってましたね。シグマの 30mm1.4。ポートレート用に買ったのに今ではプラ模様でございます。たまにはのんびり外に撮影しに行きたいですね。すでに室温は一桁。カップ保温器が大活躍でございます。使わずに額に入れて飾っておこうかな。デカールは少なくて楽勝の予感。と思ったらいきなりこんな場所ですか。ハードタイプのマークソフターも駆使して。ダクト部分はカットして。また塗って。これならいかがでしょうか。こっち側もやらないとですね。この時代のメーカーロゴっておしゃれですよね。プレトリア・ブリック。何のメーカーかわからないままでした。ご存知の方おられましたら教えてくだされば幸いです。存在感のあるスカイラインの文字。牽引フックのへこみがあるので、位置合わせが絶妙でございます。何気ないラインでカールですが、この一本が完成度を上げてくれます。隙間が広くなりすぎないように。スカイラインの文字の上にゼッケンを貼るみたい。大雑把すぎる貼り方が屈強なレースシーンらしく素敵。日産の文字も消えてしまって、N しか見えない状態。ここはドライバーのデカールを貼るようです。子供の頃は西部警察のスカイラインが大好きでした。段差に沿わせて貼りますよ。この段差がとてもかっこよくてうっとりしちゃいます。オイルメーカーの BP。ここのダクトはデカールで再現。凄腕モデラーさんなら穴開けちゃうんでしょうね。こんな機構がデカールになっちゃう時代。大好きですけどね。子供の頃ターボなんて超ハイテク最終奥義みたいな存在でした。ここにもプレトリアブリック。AI に聞くと南アフリカのレンガ会社とのことですが、なんとなくこれじゃない感がすごいので不採用でございます。
素敵ですよ。これをゼッケンで隠しちゃうなんて罪ですね。この時でカールが破けちゃいました。デカールが硬いので段差に沿わすのが大変。反対側もやらなきゃね。デカールが薄くて若干下の文字が透けちゃうんですよね。日産 TDC は自動車の販売促進キャンペーンステッカーとのこと。このマシンを調べていてびっくりしたのですが、なんと C カー扱いなんですね。この形でポルシェ956やランチャ LC1 と同クラスとは、胸がゾクゾクするのでございます。そしてぶっちぎりでございます。人間焦ると良くないもので、一瞬なら繋がるんじゃないかと思い並べちゃうんですよね。一旦退避させて。もう一度チャレンジ。指でぐいぐい押さえつけて修復完了。プラグといえば NGK。ここは窓枠を塗ってから貼った方が良さそうですね。リア用の細いラインでカール。目立たない箇所ですがないと寂しい大切なデカール。横のラインと合わせなきゃね。ナイフリッジの上に貼る赤いライン。一歩踏み間違えば即滑落でございます。左右長さを合わせないと次に触ります。素敵よスカイライン。この短いラインを貼るのがまた難儀しました。デビッド・リシャード・ホップス選手、ナスカーやインディー、F1 のキャリアもある優れたドライバー。2009年にはアメリカのモータースポーツ殿堂入りを果たしていますよ。長谷見正弘選手。1976年には F1 にも出場したことがあるらしいですね。日本のレース界では知らない人がいないというほど、人生をレーシングキャリアに注いだ偉人でございます。デカールフィクサーやマークソフターの汚れを拭き取って。寝起きの乾燥肌のような質感でございます。かなり散らかしたので一旦お掃除ですよ。素敵なドンバラの車内を彩るドアパネル。説明書と違うかもしれませんが好きにやらせてもらいますよ。
少しだけつや消しブラックを吹きつけて。エッチングパーツで質感上げていきましょう。なかなかいいんじゃないでしょうか。この嫌がらせとしか思えない塗り分け。ベースはブラックでメッシュはゴールド。タミヤのアクリルゴールドを吹きつけて。こちらはフロント側でございます。エナメルのフラットブラック。ここからメッシュ部分を拭き取っていきましょう。綿棒に力をかけずにふんわりと。何度も何度も撫でるように拭き取りますよ。焦ると一瞬でベースのブラックまで到達しちゃう試練の時間。ゴージャスでございます。本当にワイヤーが張り巡らされたように美しゅうございます。なかなか攻めた扁平率のタイヤ。この深リムを隠すのがもったいない。これはこれで格好良いですけどね。ガイアの EX クリア。調合済みもございます。さらにストックも2本ございます。けた直後、そして乾燥したのがこちら。やはり凝視すると粗が目立ちますね。鏡面加工の時間でございます。ということは映画タイムですね。今回はジョン・ウィックシリーズを見てました。何度見ても見入ってしまいます。プラモを制作中はスマホを横に置いて見ていますが、なんとか時間が確保できた時はリビングでゆっくり映画鑑賞。田舎に住んでいますので、窓ガラスが振動するほどの大音量でも大丈夫でございます。余裕があれば新しいスピーカーが欲しいですね。最新作のジョン・ウィック4も映画館で見ましたが、至高の2時間49分でございました。
そんなこんなで8000番突入ですね。ここまで来れば体が勝手に動いてくれます。傷というよりも矢がかかった感じですね。1万番は好きなだけやってください。ちょっとやそっとじゃ下地まで到達しない領域でございます。田舎の娘が都会に出たって感じの艶感ですね。まだ追い込めます。セラミックコンパウンドで上級者っぽさを出しますよ。録画ボタンを押し忘れる痛恨のミス。いきなり仕上がりました。コーティングポリマーで保護。なんとなく赤色と相性が悪い気がするんですよね。以前制作したフェラーリにも使いましたが、ほんの少し艶感が鈍ります。塗装の保護を兼ねているようなので一応塗っておきました。シャシー関連の組み立て。ヘッドライトは豆球を入れることができますね。ダッシュボードの超面倒な塗装指示。見えない箇所ならスルーするところでしたが、丸見えなのでしゃあなしでございます。マッドマックスの車両みたいになってシャシー完成。ドールバーが恐ろしく格好良いのでございます。窓枠の塗装。
箱車の窓枠塗装なんてほとんど経験がないので枠手家ですね。この爪みたいなのが面倒で仕方ございません。ここもアマゾンの梱包紙で時短。百貨店のサービスセンターに就職できそうな手際でございます。エナメルのシルバーは持ってないので、フラットアルミで代用。お金。完璧でございます。何かわかりませんが、何かのピンらしきもの。テールランプの塗り分け。塗っては乾燥の繰り返し。想像以上に時間がかかりました。未来の武器みたいなクリアパーツはサイドガラスだったんですね。そしてこれは給油口でしょうか。半分開けているのが激渋でございます。片側のヘッドライトにひびがございます。きっと激戦の9時間耐久で何かあったのでしょう。青島様に文句はございません。グリルもエッチングパーツがあったのですが、組み立てが面倒なのと薄っぺらすぎてイマイチだったので却下しました。ウィンドウの取り付け慣れないので少し緊張しますね。いよいよつながりますね。
うまくはまるといいのですが。ちょっとミシミシなりましたが気にしませんよ。素晴らしい。ここはすでにキャラ短でございます。玉油がべたべたついたのでお化粧直し。もはや言葉は不要。ミラーをぐりぐり押し込んで、あまりにも生きった角度なので後で修正しときます。ワイパーもエッチングパーツではなく純正パーツ。単純な形状のリアウィング。そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。フォーミュラとは違う楽しい時間を過ごし心が洗われました。そして最後のパーツを搭載すれば、スカイライン、キャラみたい旧仕様の完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。